アレクセ・アンドレイ・エビチ5人は、ロシアの元サッカー選手。現役時代のポジションは、DFMF。1976年、現ロシアのサンクトペテルブルクで生まれた。1995年、地元のクラブの FC ゼニトサンクトペテルブルクと契約をし、サッカー選手としてのキャリアをスタートさせた。ゼニトでは2003年までの在籍期間で155試合に出場をした。 1998年、ロシアリーグベスト33選手の MF 部門で3位に選ばれるなど活躍。1999年のロシアカップの決勝では、スタメンで出場し、FC ディナもモ,モスクワを3-1で下して、優勝を成し遂げた。2004年、サトルン・ラメンス公営へ移籍。サトルンではキャプテンを務め、2007年には2度目となる、ロシアリーグベスト33選手の守備的、 MF 部門で3位に選ばれた。2010年、サトルン・ラメンスコーエが破産。2011年に FC ・アンジマ8から2籍した。1998年10月14日に行われた UEFA 欧州選手権2000のアイスランド戦に招集され、ロシア代表デビューをした。翌月の11月18日に行われたブラジル戦も出場したが、それ以後、 代表に招集されていない。ありがとうございます。